こんにちは、あきらです。今回はフィリピンの朝の様子についてお話をしたいと思います。まずこの動画自体は以前すでにアップをして皆さんにお見せしているものです。今回はここにアフレコという形でコメントを追加して説明をしていきたいと思います。これは朝7時ぐらいの状況ですが、私はだいたい数日、2、3日に1回このように朝パンを買いに出かけます。街自体は見ていただいてもわかると思いますが、非常に綺麗でゴミが落ちているといったようなことはほとんどありません。これはですね、6時とか5時ぐらいに人が何人か出て掃除を毎日しています。その方のおかげでこれだけ綺麗な状況が保てています。この道の途中に知り合いのおばちゃんが店をやってまして、ここで野菜を帰りに買って帰ります。小屋が前まであったんですけど、今は町の人に怒られてしまったということで、あの小屋は撤去してリヤカーに物を乗せて同じ場所で販売をしています。その様子については別動画でもまとめていますので、よかったら参考にしてみてください。現在私は家族4人とフィリピンの地方都市で海外移住セミリタイア生活をしています。そして今回紹介するようなモーニングルーチンを日々行っています。具体的に私のモーニングルーチンは朝食作りからスタートしています。そして今回こうやって歩いているのは朝食に必要なパンや野菜を買いに行くということです。目の前に見えてきた人だかりはですね、これはおにぎりですね、もち米のおにぎり、みんな買い求める列です。1つ約20円10ペソで売っています。これについても別動画で紹介していますので、興味のある方は参考にしてみてください。この町の交差点にはご覧いただいている通り信号がありません。すべて1つも信号はこの町にはありません。よってみんな周りの状況を判断してぶつからないように進んでいます。現在はウイルス騒ぎの影響もありまして、交通量はだいたい半分以下となっています。よって通常であればこの辺りは歩いていると排気ガスが結構気になります。ここが目的のパン屋さんです。ここにはいろいろなパンが売っていますが、うちがよく買うのは1つ4円のチーズパン、あとは食パンですね、1斤50ペソですから約100円で売られています。フィリピンにはこういったパン屋さんが街の至るところにありまして、朝多くのフィリピン人の方が買いに来ています。注文はすべて英語でできます。フィリピンは英語が公用語として普及していますので、ほとんどの方が英語をしゃべることができます。今焼きたてのパンを25個ビニール袋に入れてくれています。フィリピンで持ち帰る際はほとんどのものがビニール袋に入れられてきます。ここで食パンは50ペソ、チーズパンは25個かける2ペソですので合計100ペソを買って帰りました。パンを買った当日は25個のチーズパンを食べ、2日目と3日目に食パンを半分ずつ食べる。それが我が家の朝食モーニングルーチンです。3日に1回パン屋に買い物に行く。この生活を1年以上続けています。帰り道に先ほど行列ができていたもち米おにぎりのとこですね、プトと呼ばれる食べ物ですが、もう少し見ていますが、まあ、この時はなかなか勇気もなくて買えてないという状況です。先ほど言ったみたいに別動画で後日買っていますので、よかったらご覧ください。ここはおばちゃんが売っている野菜売り場です。バナナやキャベツ、人参といったものが売られてまして、ネギなんかは4本で10ペソ20円、チンゲンサイ1束10ペソ20円となります。こういった感じで私はここで野菜を買っています。バナナは7ペソ、約14円、1本14円です。それほど驚くほど安くはないのかもしれません。あと卵なんかも1個7ペソ前後、つまり14円ぐらいしますので、日本の方が安いのかもしれません。このように野菜はすべて自分が好きなものを選べます。もちろんおばちゃんに頼んでもいいんですけど、
現地の人にお願いすれば我々よりも美味しいバナナを選んでくれるということも可能です。ここではだいたいですね、1回で100ペソ前後、まあ今回は66ペソですけど、だいたい100ペソ200円前後の買い物をすることが多いです。これだけ買っておくと、まあ3日4日は野菜が持つかなというような感じですね。これは私がフィリピンに来て非常に驚いたんですけど、こちらは多く買ったからその分安くなるという文化ではないようです。例えばバナナは5本買ったら1本で買うよりもお値打ちだと、割引がある、そういった感覚は全くないです。むしろなぜか分かりませんが、まとめて買った方が高くなるという時もあります。なのでフィリピンの文化とすると、おそらく今日食べるものは今日買うということが根付いているのかもしれません。当初私もですね、あまり買い物行きたくなかったんでまとめ買いをしていたんですけど、その考えを改めてちょこちょこと買うということを最近始めています。そうすることによって野菜なんかも新鮮なものが手に入ります。よって今日のものは今日買う、本来これは会社員時代の頃は時間もないのでそういったことはできなかったんですけど、今はセミリタイア生活をしていますので、このモーニングルーチンを使ってこまめに新鮮なものを買うというスタイルに変わってきました。計算はすべて計算機で行います。なかなかフィリピンの方は暗算が苦手というか、確実に間違いないように計算してくれますので、計算機を使うことが多いです。とは言っても間違えることもありますので、まあ、今間違えてましたけど、間違えてお釣りなどを間違えているときは、多かろうと少なかろうと間違えているよと声をかけるときもあります。今自宅の方に戻っていますが、まあ、見ていただいても分かる通り人も少ない、まあ、これはウイルス騒ぎもありますが静かな街です。私は人と関わって暮らすというのが得意ではありませんので、こういった海外で誰も私を知らない、そういった場所で暮らすというのは非常に気が楽です。これが買ってきたものですね。今回これが1つ2ペソのパンです。拳よりも小さいですけど、まあ、こういったチーズも入ってて、なかなか美味しいパンです。あと私はセミリタイアに入ってから食事や買い物などの家事は全て私の方で行っています。これは会社員時代ではないことですので、セミリタイア生活を始めて大きく変わった点の一つです。現在フィリピンで家族とセミリタイア中ですが、私の朝のルーチンはこのような感じです。今後は私のセミリタイア生活、朝のルーチンワークだけではなく、一日のルーチンワークを紹介した動画をアップする予定です。今後もセミリタイア生活のリアルな実情や海外移住生活の本音の部分を紹介していきますので、チャンネル登録や評価、コメントなどをいただけると嬉しいです。